としたキャプテンになれるのが良かったです。たっぷり話してくれると思うので、今年20
25周年という、まあ、記念の年でした。まあ、清水さんが亡くなられたりいろんなことがありましたが、25年間のをこうロングショットで見てみると、やっぱりクラブは確実に成長していると思います。この先やっぱりもっともっと清水さんの手紙にも書きましたけれども、清水功さんが想像できなかったようなクラブにしていくために、現場は努力を続けると思いますが、いずれにしても皆さんと一緒に皆さんの力がないと、おそらく清水功さんの想像を超えることはできないと思いますので、改めて引き続き、サポートをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。コロナ禍でもう声が出せない、いろんなストレスがあると思いますけど、今できる一番のこう感情の表現の仕方はやっぱり拍手だと思うんですね。で、今日はもう25周年の記念すべき年の最後なので、みんなでスタンディングオベーションで、まあ、要は拍手で終わりたいというか最後締めたいと思います。立ち上がることができる方は皆さんちょっとご起立願えますでしょうか。この意味はまずいつも拍手をいただいていた選手からスタッフから皆さんへの拍手、それから、清水さんはもちろんですけど、今まで25年間いろんな人がクラブをサポートしてくれていると思うんですね。で、そういう人たちへの感謝の拍手、そして、まあ、何よりこの2年間も皆さん一人一人いろんなストレスを抱えながら生活して、もうみんな頑張ってると思いますので、皆さんから皆さんへの拍手、まあ、そんな意味を込めながら、そして最後にクラブがこの先の25年間もっと成長するために、現場と皆さんの、まあ、団結の印としてスタンディングオベーションをしたいと思います。では皆さんよろしくお願いします。皆さんもご存知のこととは思いますけれども、やはり私は監督として
私のチームがヤリスここにいるサポーターの皆さんに素晴らしいサッカーを見せて、そして勝つヤリス、それをやはり目指しているというのが私の哲学だと。やはり時には課題試合の中で勝利していく、それも必要でしょう。ただやはり私の哲学はいかに素晴らしいサッカーをして、そして見るものを魅了して、そしてその上で勝っていく、より高いレベル、より素晴らしいものを目指していく、それが私の哲学である。やはり今年もコロナの影響で、観客が制限がある中で戦うことがほとんどでした、やはり皆さんにとってもそれは非常に厳しい、難しい状況だったと思いますけれども、我々チームにとってもやはり皆さんの後押しを受けられない観客の制限がある試合というのは非常にチームとしても難しいものがありました。
のゲームが3000人、4000人のサポーターであったら、今日のゲームはどうなっていただろう。もしかしたら我々、今日のようなゲームをして勝利することはできなかったかもしれない。やはり90分を通してサポーターの皆さんが我々チームを後押ししてくれる、その力がやはり選手の力になっている。それが改めて私自身が今日確認できたことである。やはり皆さんのやはり応援がやはり選手の後押しになる。そしてチームが勝利できたこと、やはりそれは皆さんの力、選手の力が両方合わせるものだと私は感じています。やはり札幌のサポーター、やはり私にとっては本当に素晴らしいサポーターだというふうに思っています。感謝を込めて選手がピッチを一周いたします。